みんなどうしてる？このナタデココでいいかわかんないんだけどさ、このピュアプリズムみんな使った？俺今めっちゃ悩んでるんだよな。永遠と考えてる。なんか今後配布されるっていうことを仮定するんだったら、正直なところもう今足りない素材ちゃっちゃちゃっちゃ交換しよっかなとか思ってたりしてるんだけど、なんか悩むよな。ナタデココ正直な、ここら辺のな、数少ないやつとかだったらガンガンやっていい気するんだけど、悩むよね。あー、使ってない人結構いるなあ逆にもうがっつり使ってる人もいるか。あー、早急に必要っていう素材が出ない限り使わない予定。なるほどな、確かにそれが正しいか。あー、それただなんかそれ賢いな。新章で交換素材増える可能性あるから、そこで残しておくっていうのもありだな。ピュアプリで秘跡って損ですが、今一番圧倒的に足りない。え、損だね、損、圧倒的に損。まあ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 、まだモニュメントピースというかスキル石に関しては今もう修練場が回収されてドロップ率がガンガン上がってるんで、その AP40 使うけど、まあ、あの 2,3 周したら絶対1個ドロップするっていう形になってるんだよね。ただやっぱこっちら辺の金素材とかって石1個割ったとしても全然ドロップしないとかいうことがあったりするから、まあやっぱなんか自分が育てたいサーヴァントとかがいるんだったらもう使うのはありだと思うけど、基本ここら辺のスキル意識とかモニュメントとかはなんかちょっともったいないかなって個人的に思ったりしてる。まあただなんか逆になんかこのサーヴァントだけは絶対育成するみたいなのを考えて使うのはありかもしんないね。例えばもうこのサーヴァント好き、なんかメルジーヌ好きだからフルーとかでもいいし、まあ、キャストリアの交換素材分だけは置いとこうっていうのでキャストリアの交換素材調べてやるっていうのも結構ありだったりするから、なんか割かし好きなサーヴァントでもこのキャラクターはとりあえず育成しておこうって思うんだったら使うのはありかな。ただそうだね、やっぱり2部6章みたいに2部7章が分割でフリークエスト回れないとかになってスキル上げできないってなったら、これ残しといた方がいいよねっていう形になるから、確かにな、残しといていいな。まあ銀と多分同素材の追加がないと思うから銀と金だと思うんだよな次の追加が。ってことを考えたら300と200置いとけばいいから、500はとりあえず使っていいか、俺の計算上多分使っていい気するから、そこら辺はちょっと考えようかな。まあただ同素材関連なんかさ、なんかいろんなやつあるよな。正直俺火薬とか鈴とかさ交換してって思ってさ一瞬仕掛けたんだよね。たださ、よくよく考えてさ、同素材ってまだドロップするよなって考えたら、やっぱり銀素材それとも金素材ってなるんだけど、金素材だった場合300かーってなるんよな。マジでまあわかるんだけどね、123銅金銅銀金で123っていうのがあるから、まあまあ仕方がないとは思うんだけど、これね3じゃなくて2だったら速攻交換してたんよな正直。金素材のやつが2で止まるみたいな、だから秘石も2とかだったら結構交換する価値まあまだありだとは思うけど、3の時点でなちょっと重いんよな。モニュメントが2の時点でモニュメントピース関連はいいなとか思うんだけど、そう選べるからこそ迷うよな。しかも俺真理の卵今不足してるからな、ちょっとそこら辺も考えたりしちゃうし悩む。いやマジで夏もうちょっと周回できてたらよかったんだけどな、そこら辺も周回できてないしな。なんかこれはもうなんか悩む分だけ悩むか。まあただ銀と金が来て、新素材で銀と金が来た時に500残しておけばとりあえず100は交換できるはずだから、まあ500までは
使おっかなっていう感じで残しとくのありか。いやけどそうなってもな、何交換するか迷うんよな。鱗粉なんよな、鱗粉な。めんどくせえんよな。けどな、鈴集めするときに鱗粉も結局集めるから、鈴集め終わったときに鱗粉が余ってたら交換しようでなるからな。ってなったら金素材なんよな。金素材のことはお話ししたらな、今な卵がないからな、ここで100個交換しておけば141で多分まあほぼスキル上げしなくて済むからな、新キャラクター出たとしても。悩むな。やっぱ箱イベだな、箱イベ来てほしいな。とりあえず箱イベとかレイド戦とかでなんかガン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 なんか足りてない分の素材ドロップしてほしい。もうここら辺の火薬とか鈴とかボックスイベントとかレイド戦で、まあ、入ってくれてたらいいのにな。しかもドロップ率そこそこいいみたいな感じでやってくれねえかな。おかしいよな。おかしいっていうの変か、運営なんか変わったのっていうぐらいに変わってるよな。なんか聖杯もっと配れやーって言ったら、まあフレンドポイントだけど、フレンドポイント回すの大前提になるけど、まあ一応余ったサーバントコインで聖杯作れるよって普通に言い出したしさ、なんか素材欲しい？じゃあこのピュアプリズムっていうストーリーを進めたら、交換できるやつ置いとくからっていう感じで置いといたじゃん。怖いよなマジで。マジで怖えよな。 FGO 君どうしたんみたいな、もしかして FGO お前死ぬんかみたいな感じのすげえ思ったりするんだけど、まあどうなんだろう。逆にもうここら辺で飴をガン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 撒いておいて、なんかがっつり絞っていくっていうパターンになるのかもしれないけど、なんかちょっと怖いよな。サービス終了かみたいなこと言われたりするけど、まあ多分ね、売り上げがあるからサービス終了は絶対しないと思うけど、マジで2部7章を見据えてる感じがあってすげえ怖いね、いろんな意味で。そうだね、あとはリンゴ栽培できたら完璧やな。バニアン2体目をレアプリ使って入手するか迷ってるんですけど、デスチェーン要因で、ステイメンツ交換して2体目交換するのありっちゃあり。デスチェーンだったら普通にありなんじゃないかな。そう、運営が優しすぎて怖い。Shoot, shoot, shoot.